石塚浩一選手は1987年生まれの東京都出身 MMA ファイター。子供の頃から体が弱くいじめられていて、強くなるために空手を習い始めたのが石塚選手と格闘技との出会いです。その後ビッグボクシングではプロになろうとクロスポイント吉祥寺に所属して、アマチュアで12戦12勝、ライズのアマチュア大会で結果を残してプロの試合出場を認められると、後の名だたるキックボクサー相田康臣選手や塚越仁志選手とも戦っていました。しかし石塚選手は試合でセコンドの声を耳に入れなかったり、指導を受けても他人に強制されることを嫌い、自分のやり方で強くなって戦いたかったがゆえにジムの方針と反りが合わず、勝利した試合もあったのですが、プロのキックボクサーとして結果が振るわなかったこともあって、クロスポイント吉祥寺から去ると同時にキックボクシングからも離れることとなりました。石塚選手は人生をかけるつもりだったキックボクシングでは、プロになる頃にはすでにやる気がなくなってしまっていて、その気持ちの行き場をどこかに求めていました。ちょうどそんな時にオープンした総合格闘技ジム、ブライトネス門馬道場に石塚選手は趣味として最後にちょっとだけ MMA をやってみようという気持ちで入会します。漠然とながら MMA に興味を持っていた23歳の石塚選手は、まだその頃は総合格闘家としてプロになる気は一切なく、一般的なキックボクサーが MMA に転向するという流れではなく、石塚選手にとって MMA 転向はただの成り行き上の出来事だったのです。キックや空手しか経験のない自分が、組み技寝技のできる選手と MMA で戦って勝てるわけがないという気持ちが強くあったのだそうです。キック時代から基礎だけ身につけたら、あとは全て自己流で戦いたかった石塚選手でしたが、門馬道場では門馬秀高代表との指導方針と反りが合い、自身と同じく MMA を習い始めた会員と共に楽しく練習をこなして、すぐに頭角を現し、 MMA を始めてたった 3,4 ヶ月で早速アマチュアディープに出場すると判定勝利を挙げ、以降もアマチュアで試合に出続けてワンマッチでは全勝、そして2011年のディープフューチャーキングトーナメントでは準優勝という実績を残してプロ MMA デビューを果たします。2012年、25歳になっていた石塚選手はディープでプロ MMA デビュー。プロでも順調に勝ち星を重ねた石塚選手は、赤尾誠二選手相手に一つの引き分けを挟んだものの、8連勝の快進撃を見せます。しかもアマチュア時代から勝利内容の内訳には一本勝ちも含まれていて、打撃の強いオールラウンダーとしての評価を高めていきました。そんな石塚選手は所属するブライトネス門馬道場では、プロの選手や実力の見合う練習パートナーがいなかったため、アマチュア時代からよそのジムに出稽古を行うようになっていました。その頃にはもう MMA で日本一の選手になることに生活の全てをかけるようになっていたと語っています。しかし MMA での結果と本人のやる気とは裏腹に、石塚選手はオーバーワークがたたって怪我と体調不良に悩まされていた時期がありました。左右の膝の前十字靭帯を損傷し、さらには腰の負傷も続いて、2015年7月の鎌谷誠戦から2016年12月の北田俊明戦まで1年5ヶ月もの長期欠場をしていました。この間、石塚選手は東京住まいという MMA ファイターとしての恵まれた環境を捨てて、なんと愛知県名古屋市の名門 MMA ジムアライブに移籍。練習相手の都合や試合オファーのことだけを考えれば、東京から地方に移り住むのはデメリットの方が大きいはずで、転職や就学以外の事情で東京から地方に移って格闘技環境を求めるというのは通常であれば考えられない発想なのです。その突飛に思える発想の裏で、実は石塚選手は内臓の病気を患っていて、プロとしてハードな練習を行えなくなって引退も考えざるを得ないほど肉体的にも精神的にも追い詰められていたのです。そして石塚選手は救いを求めるように環境を一新しようと愛知県に移り住んだのです。ちなみに MMA ファイターが内臓疾患で地方に移住という例は、潰瘍性大腸炎を患ったライト級の菅原和正選手も東京からカナダを経由して福岡県に移住したという例がありました。東京で毎日のように出稽古を繰り返していた石塚選手は、アライブへの移籍にあたって、一つのジム内で複数のプロ MMA ファイターをパートナーにして練習に打ち込めるという好条件を求めていました。しかしその移住と移籍は半年程度で終わります。間の悪いことに、最高の練習仲間になるはずであった日置初選手がちょうど手術後で一緒に練習することが叶わず、追い打ちをかけるかのように石塚選手の母親が体調を崩して東京に戻ることとなり、2016年の夏から年内までしか愛知県にいることができなかったのです。アライブで階級と実力の両方が同時にちょうど見合う練習パートナーとの定期的な練習機会には恵まれませんでしたが、東京に戻ってからは自分で出稽古先を選択して練習パートナーを見繕うことができたことで、その自由さが自分には合っているという恵まれた環境にいることに気づけて、再び成長することができたと後に語っています。石塚選手本人はその間のことを瞑想と自嘲して語っていますが、引っ越しをしてまでのアライブ移籍の経験は無駄ではありませんでした。
さて、石塚選手がアライブ所属時代に出場した唯一の試合は2016年12月、ディープで北田俊明選手を相手にマジョリティ判定勝利。この北田俊明選手は金原正則選手からギロチンチョークで場外逃避を誘って反則勝ちを勝ち取ったことのある強豪選手です。紆余曲折を経ながらも、結果10戦無敗の実績を残した石塚選手は2017年5月、ディープのタイトルマッチにたどり着きました。アマチュア時代から同じプロモーションで戦い続けた10戦無敗の選手がタイトルマッチというと順調そうにしか見えないキャリアの流れではありますが、プロデビューから5年もかかってこれがようやく11戦目の試合であることを考えると、ここに至るまで決して順調ではなかったことがうかがえます。相手はハードパンチを混ぜて攪乱できる凶悪レスラー、大塚貴文選手。この大塚選手は石塚選手が戦ってきた相手よりもハードな相手と戦う中で、ディープでは直近10戦無敗という絶対王者。初めてのタイトルマッチで強豪相手に全く臆することなく、いきなりパンチをバンバン打っていく挑戦者の石塚選手は、踏まれても離れ際に縦肘を当てるなど上半身への組対策がしっかりしていて、この肘で大塚選手の右まぶたをカットさせます。しかし大塚選手の超絶綺麗な片足タックルでテイクダウンを奪われてバックに突かれると、ここは追撃を許さず対処。大塚選手の遠目からのタックルも対処する石塚選手は、距離を取った間合いからカーフキックをバシバシ当てて、右ミドルの蹴り足を掴んで右ストレートをぶち込み、さらにはバックを取って攻めて1ラウンドを圧倒。これはタイトル奪取まで時間の問題と思われていた中で入った2ラウンド、石塚選手は1ラウンド同様にカーフキック、相手の右ミドルを掴んでの右ストレート、遠目からのタックル切り、さらにケージの中央を陣取ってカーフで追っていって、ディープ王座はもう目前のように見えていた試合だったのですが、2ラウンド中盤、大塚選手はパンチ主体の攻めから一転片足タックルに入ると、石塚選手は対処が追いつかず、1ラウンドと同じくまたも綺麗なテイクダウンとなって、石塚選手は膝つきでサイドに突かれるも、大塚選手のグラップリング力を見誤ってすぐには立ち上がろうとせず、一旦時間をやり過ごそうとしたところでズルズルとバックを奪われ、バックチョークはしのぎ続けるも腕十字に移行されてしまい、この危うい場面をなんとか逃れ、3ラウンドに入るとスタンドでも石塚選手のペースではなくなり、大塚選手がパンチの打ち合いで5分以上のパフォーマンスを発揮すると、両足タックル片足タックルの連携でバックに突かれ、ピンチには至らず立ち上がると、ケージ際石塚選手が繰り出した右ストレートをかわした大塚選手のタックルを追いなして逆にバックに回ってという互いに相入れない熱戦に。しかしその後、王者のバリエーション豊富な片足タックルで石塚選手はテイクダウンを奪われ、優勢だったはずのスタンドでの攻防でもパンチ被弾で交代させられるなど思うように攻めきれず、2ラウンド後半からの印象が悪くなっていた激戦の最後の最後に、大塚選手のタックル、足へのしがみつきからバックに回ってバックチョークを狙ってタイムアップ。こうして試合終了間際にジャッジの印象回復に成功した石塚選手でしたが、しかし告げられたジャッジ5社の判定は、3社が王者大塚選手を支持してスプリット判定での敗戦。プロ初黒星と同時に王座挑戦に失敗した石塚選手は見え切らない表情でケージを後に。そして王座を防衛した大塚選手はセレモニー後にケージを降りると、雷神榊原信之代表と固い握手を交わし、この2ヶ月後大塚選手の雷神初参戦が決まりました。もしこの試合で石塚選手が勝って王者になっていれば、2017年の雷神バンタム級ワールドグランプリに出場していたのは石塚選手だったのかもしれません。大塚選手との大接戦からたった2ヶ月後の2017年7月には、なんとディープフェザー級王座決定戦で上迫博人選手と戦うことに。今成正和選手が返上した王座をめぐって、フェザー級での実績が全くない石塚選手が抜擢されるという異例な試合だったのですが、上迫選手の代名詞となるサッカーボールキックを食らっての3ラウンド KO 負け、初の KO 負けが初の連敗となってしまいました。しかし石塚選手は立ち止まりません。2連続タイトルマッチでの連敗から立ち直って年内復帰すると、その後はバンタム級で3連勝、ディープタイトルコンテンダーとしての強さを遺憾なく発揮します。ところが今度は 63kg 契約で元ディープバンタム級王者の DJ 大輝選手と対戦。石塚選手と同じく直線系のパンチを得意とする DJ 選手に頻繁にスイッチしながらサウスポーに構えられると、石塚選手は得意とする右カーフキックでの切り崩しが行えず、さらに DJ 選手の細かい蹴りのフェイントもあって、パンチを打ち込んでていく石塚選手のいつものスタイルが出せず、流れの中で組んでいく試合に。 DJ 選手の蹴り足を掴んでのテイクダウンからバックを取る展開はしのがれ、組んで戦うにしても首相撲の強い DJ 選手相手では完全に手が合ってしまい、試合の組み立てがうまくままならないまま自力戦を強いられて、2ラウンド終盤に転んだ DJ 選手からトップを奪いかけるも、スクランブルを仕掛けられて逆にトップを取られてパウンドで攻め込まれます。3ラウンド両者持ち味を生かした激しい打撃戦は、最終盤に DJ 選手のタックルで攻め込まれて、ジャッジに好印象を与え
えられずに無念の判定負け。2019年3月バンタム級に戻っての試合は庄司戦。庄司選手は2017年にグラチャンで4年ぶり現役復帰して、実に5年ぶりにディープに帰ってきての試合にもかかわらず、先に入場したのは石塚選手で、赤コーナー側であった庄司選手が後に入場するというところから、業界内での格の違い、役者としての待遇の差を感じさせられます。ちなみにこの試合、庄司選手の選手紹介動画では庄司選手視点で解説しています。試合が始まると庄司選手の左フックをかいくぐって石塚選手が組んで、得意のサバ折りでいともあっさりテイクダウンからマウントへ、マウントからパウンド、そして肩固めの形を作るところまで追い込んで、決めに沸いたらずも4分30秒間をグラウンドで支配。2ラウンド打ち合いを避けてまた石塚選手が組むと、再びテイクダウンからマウントへ。石塚選手はここでも2分30秒もの時間を支配したのですが、そこからの有効打を与えることはできずに庄司選手に立たれると、ケージ際での組から膝をもらって、離れるとアッパーフック系のパンチで攻め込まれて、スタンド打撃ではやや劣勢かと思われましたが、2ラウンド残りわずかという時間に庄司選手の前蹴りに対して渾身の右ストレートを打ち込んで豪快 TKO 勝利。その3ヶ月後の2019年6月、阿部道人選手の負傷欠場により、当時バンタム級で戦っていた白川陸斗選手が代役参戦してきて、65kg 以下契約で迎え撃つこととなった試合、庄司戦に続いて、後のライジンファイターとの2連戦です。1ラウンド、石塚選手はスイッチして左の蹴りを使うという戦い方を盛り込みつつ、得意の右カーフキックを入れますが、踏みに行ってもテイクダウンは奪えず、それは2ラウンドに入っても続き、スタンド打撃ではカーフキックをチェックされると、白川選手にパンチで攻め込まれて徐々に攻め手を失って行き、このまま判定に持ち込まれたら勝敗がどちらに転ぶかわからない微妙な展開で、石塚選手はリスクを背負って白川選手の最も得意とするボクシングでの戦いに挑みます。この作戦がハマり、白川選手が疲れとダメージで集中力が切れそうな中、石塚選手はパンチを餌に同タックルでバックに回ってテイクダウンに成功するとバックチョークを狙い、しかし残り時間20秒では決めきることができず、試合は判定へと移り、ジャッジ1社は石塚選手を支持するも、残り2社は白川選手に票を投じて僅差での判定負け。大役参戦の白川選手にまさかの番狂わせを演じられて、ディープタイトルマッチ戦線再浮上への道が遠のく悔しい敗戦。そしてその4ヶ月後の2019年10月、グラチャンで急激に実績を積んでパンクラスからディープに電撃参戦してきた6連勝中の米山千早選手と対戦。なお米山千早選手紹介動画では、 UFC 参戦を目論んで行き急ぐ米山選手視点でのこの試合をご覧になれます。ディープ佐伯代表からは裏メインと評されたこの試合で、米山選手はストライカーの石塚選手を相手に、自身のグラップラーという印象を覆すかのようにモーションの速いジャブを多用してきて、石塚選手は組での展開で179センチと長身の米山選手には得意のサバ折りテイクダウンには持ち込めず、離れると米山選手の下がりながらの的確なパンチに手をこまねいて、ジャブの安全圏だと思われていた間合いからまさかの飛び膝まで飛んできて、攻め手を奪われていった石塚選手は組んでクリンチアッパーで反撃するも、肘をお返しされて、その後両足タックルから首相撲で組まれて膝蹴りを食らって衝撃のダウン。予想のつかなかった試合内容による結末に会場は騒然となりました。実はこの頃、愛知県から戻っても石塚選手は己を追い込むハードワーク癖が治っておらず、練習でも実戦でも思うように体を動かせない時期が続いていたのです。その石塚選手は治療を行って、次の試合復帰までに1年8ヶ月もの期間を要すこととなります。ブランク明けの2021年6月、再起戦の相手は練習仲間として縁のあったコロ選手。石塚選手が以前に KO 勝利した庄司選手に KO 負けをしているコロ選手が相手なだけに、連敗から脱するためにも絶対に落とせない試合。石塚選手は右のカーフキックはいつもながらに、左のハイやインローを混ぜて、逆にコロ選手もカーフキックを蹴ってくるという始まり。しかし1ラウンドはコロ選手の左の前蹴りをキャッチしてのテイクダウン以外に大きな展開はなく、2ラウンドに石塚選手はサバ折りテイクダウンからマウント、バックへと移行してポジションを取って、その後のケージ際でのレスリングでもテイクダウンすると、離れたところでコロ選手の左フックと石塚選手の組のタイミングが重なってのバッティングで試合中断。偶発的で前科もなかった石塚選手のそのバッティングにイエローカード、減点1が提示されるという厳しい処遇。その後大きな展開はなく試合は終わり、減点があったためスプリットにはなったものの、判定は石塚選手に、かつての練習仲間と抱擁して2年3ヶ月ぶりの勝利。連敗脱出から半年後の2021年12月、3連勝中と勢いに乗るハードパンチの笹国久選手と対戦。笹選手の直線系の速射パンチに加え、フックとアッパーも連打で織り交ぜてくる劣勢の1ラウンドから2ラウンドに入ると一転、石塚選手はローを主体に多彩な蹴りを放って試合を組み立て直して反撃に出ると、前蹴りからボディストレートと腹部へのダメージを効かせて笹選手の動きを止めます。その後石塚選手のアイポークでの試合中断や、笹選手のバッティングが続いて水を差された感はありましたが、3ラウンド激しいパンチの打ち合いから石塚選手がカウンターの右でぐらつかせると、パンチの追撃からバ
バックを取ってのバックチョーク狙いは振り落とされて、しかし打ち込み練習のような綺麗な三角締めによる一本で逆転勝利。それから4ヶ月後の2022年3月、大阪の実力者三村航選手に対して右ストレートを突き刺して、容赦のないパンチ連打で1ラウンド圧巻の TKO。 勝利後、石塚選手は自らマイクを要求して、自身の抱えていた病気と怪我によるスランプ期があったことを語り、控えめな言葉ながら前向きな表情で堂々復活宣言。復帰3連勝を飾った石塚選手は2022年8月、4連敗中でフライ級からバンタム級に階級を上げてきたばかりの、どうやったら前線からたったの3ヶ月でバンタム級のその体に仕上げてこれたのと驚かされる山本聖吾選手と対戦。この試合では初め、両者オーソドックスでどっしり構えて向かい合って打撃を交換し、石塚選手はストライカーの山本選手に片足タックルに行くと、そこから器用に飛び膝を返されるというヒヤッとする展開。直後カーフキックを連打でもらい、踏み込みが浅くなったジャブにジャブを合わせられて、遠目からのタックルに対してもサッカーボールキックを合わせられると、またさらにカーフキックをもらってたまらずスイッチした後に、山本選手の右ミドルに合わせての左ストレートを叩き込んでフラッシュダウン。しかし石塚選手のペースが上がってきたと思われたところで、今度は山本選手の右ストレートをもらってダウン。直後の猛攻はなんとかしのいで、すぐに立ち上がると組んでサバ折りテイクダウンでピンチを逃れますが、2ラウンド開始直後にも1ラウンドと同じようにサウスポーの構えで向かい合っていたところに、右ストレートを食らって2度目のダウン。パウンド連打と踏みつけの追撃をもらうも、石塚選手は優位的な防御を試み続けてレフリーにストップさせる隙を与えず TKO を免れ、時間が経っていく分回復したのか、石塚選手はド派手なフックの打ち合い合戦から渾身の右ストレートを打ち抜いてパウンド連打で逆転 TKO 勝利。その激闘から3ヶ月も経たない2022年11月に早くも試合を行うと、石塚選手にとってはそれが3度目のタイトルマッチ。この1年5ヶ月前に石塚選手に敗れてから4連勝で暫定王者になっていたコロ選手との再戦です。お互いに手の内を完全に知り合う者同士の一戦で、ガチガチにテーピングの施されたコロ選手の足に対して石塚選手はカーフキックを蹴り込んでいき、1のジャブを見せての2の右ストレートでダウンを奪い、1ラウンド終盤には組まれてもクリンチアッパーを見舞うなど試合を優勢に進め、2ラウンドにはコロ選手の組を対処し続けてトップからバウンドで削り、劣勢でも丁寧に戦うコロ選手からテイクダウンを奪うと、コロ選手がしたかったであろう粘っこい組と寝技の展開でも石塚選手が上回り、手堅く試合を運んで文句なしの判定勝利。苦労を重ねて暫定王者になっていた満身創痍のコロ選手と、新たに暫定王者になった石塚選手、そして歩くのも大変なぐらいという中で応援に駆けつけていた癌闘病中の父親をケージに迎え入れて、ディープ一筋11年という珍しいキャリアを歩んで念願の初体感。ディープでベルトを巻くまで他の団体で戦うつもりのなかった石塚選手は、王者になったことで晴れて一つ上のステージで戦いたいとアピールしました。そうしてついに石塚選手初のライジン参戦を2023年4月1日のライジン41で臨む運びとなったのです。プライド、 UFC などのメジャーイベントをリアルタイムで見ていなかった石塚選手は、以前にライジンを生観戦したことでその演出の豪華さに驚いたと語っていました。 MMA でプロとしてやっていこう、世界一になろうと決めた時から、 UFC を目指す1ファイターとして、ディープから UFC へと続くその延長線上の手前に見据えていたのがライジンという舞台だったのです。そのライジンでの対戦相手となる金太郎選手の所属はパンクラス大阪稲垣組、過去に白川陸斗選手、三村航選手ら板垣組勢と戦っているため、相手陣営には研究対策もしっかりなされていることでしょう。2022年年末にはタイのタイガームエタイでの出稽古も敢行している石塚選手が、この一戦に向けてしっかり準備を整えてさえくれば熱戦は間違いないはず。夢を諦めきれずに格闘技にしがみ続け、今年2月26日で36歳となる石塚選手、夢をつかみ取るための通過点にしたい石塚選手にとって、ライジンでのこの金太郎戦は何としてでも勝ちたい試合です。4月1日のライジン41を楽しみに待ちましょう。この動画をご覧くださった皆様、ありがとうございました。拙い喋りであることと、この動画の一部には私の記憶と主観が混じっているので、不快に思われた方がいらっしゃったら申し訳ございません。もしこの動画に間違いやご指摘がございましたら、コメント欄にて教えてください。高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。